モア・ケイデンス・ザ・ムービー第3弾。今回は東京オリンピック代表に内定している脇本雄太と競輪グランプリ2019チャンピオン佐藤慎太郎の対決。ブノワ・ベトゥーコーチが送った最強の刺客佐藤慎太郎との特訓は初戦の知力シエノワ勝負を脇本雄太が制し、2本目となった精神力ジェンガでの勝負を制したのは佐藤慎太郎。ここまでは両者譲らずの展開となっている。勝負は3本目、運を鍛えるトレーニング。より強運の持ち主はどちらか。そしてこれだ。これって一体何なんですか？運だ。これってやったら運が逃げるやつじゃないんですか？ガタガタ言ってねえでやんだよさっさと。はい、じゃあさっきも僕先行だったので今回も僕が先行でいきます。いいですか？いけ。よし、とりあえずここか。どうぞ。いやいや、そんな勝ち誇る場面じゃねえ、まだ最初だろ。はい。俺の勝ちだな。そんなありなんですか？しかも黒ひげ危機一発って飛び出したら負けですよ。面白かったし俺の勝ちだろ。そんな感じなんすか？引き分け。僕はなんで？おい、わからない。いや、やっぱり納得できないな。やっぱり自転車で勝負しません？うん、そうだな。ワッキー、順調に強くなってるな。まさかの結末となった3本目の運勝負。ここまでやってもまだ結末が見えないとは。やはりこの勝負、いやトレーニングは簡単には終わらない。次回はラストとなる大一番、オンライン自転車レースアプリ Zwift を利用してのスプリント勝負。ここまで鍛えてきた力を発揮するのはどちらなのか。ブノワヘッドコーチが語ったように確実に強くなってきた脇本雄太。しかしそれは佐藤も同じ。競輪グランプリ2020前哨戦、勝つのは。